前半の半ばぐらいに自分が点取って 1-0 で前半を終えて、まあ、結構良かったんですけど、まあ、後半2失点した後にその、まあ、自分たちの甘さというか印象の課題である、まあ、連続失点というのがあって、まあ、それで全員結構メンタルやれてたんですけど、まあ、最後の後半から入ったくのりとかが推進力を見せてくれて、まあ、チームとして最後まで戦えたのは良かったと思います。まあ、練習からゆうたとはつけて入っていくっていうのをやってて、ゆうたがサイド散らした時に翼で受けたの翼だったんで、走ったらボール来るなと思ってて、本当に思ったところにボール来たんで、あとは流し込むだけでした。負けちゃったことで、まあ、インカレの道は、まあ、厳しくなっちゃったかもしれないですけど、まあ、まだ可能性はゼロではないんで、